が見てどう見えるかではなくて本人が決めるんですね。その状況をどう捉えるかということですね。幸之助さんは両親も兄弟も全員肺結核で死んでしまった。家族の中で一人だけ生き残り、それも小学生で生き残ったので小学校も行くことができずに中退して電磁暴行を始めた。不運だっていうふうに思う人って多いんじゃないですか。自分は不運だと思う人多いでしょうね、きっとね。他人もこの人は不運だっていうふうに思う人多かったでしょうね。でも幸之助さんは自分だけ生き残ったので強運だって言ったわけです。どっちにも取れますよね。ねえ、確かに自分だけ生き残ったのだから幸運で強運だって松下幸之助さんのように考えることもできるけども、全員が死に絶えちゃったのだからこれほど不幸な人はいないという考え方もありますよね。でものすごく 不運で不幸だっていう考え方もできるし、ものすごく幸運でラッキーだっていう考え方もできますね。現象は一つなのにどっちにでも取れますね。幸之助さんがね90歳を超えたあたりである人からこんな質問を受けた。であなたがね経営の神様と呼ばれ、まあ明るいナショナルが成功し事業も大きく広がって、まあ、商売としても成功した人である。それの成功者の、第一の要因というのは何だと思いますか。当然質問した人は努力です、頑張りです、いやひらめきでしょうね、インスピレーションでしょうねというようなことが返ってくるかと思った。そしたら幸之助さんの答えは意外なものだったという答えだった。何？わずか数千円でこの答えが。次回ということ。ダメ。ダメ。今喋っとかないとダメ。今喋ると皆さんは強運な人になってしまうんですよ。だってわずか数千円でその答えが聞けるなんてものすごい興味じゃないですか。どうしても聞きたい、どうしても聞きたい人は拳を2つ顎に突けて満面の笑みを浮かべながらうなずく、こうやってそれをやる人が半数を超えて私は面白い。ではどうしても聞きたいですか。惜しい、49% 半分の人がやっていない。 1% だからもう一回の、もう一回だけ勝負にかけてみますかね。ちょっと隣の人にちょっと目配せで頭やるんだよ、頭やるんだよって。今あのだいたい左後ろの方が中心的にやってないので、はい、後ろの方の人は緊張感を変えて、いいや俺やりやったしてもという感じでやらなかったみたいですけど、こっちから見てるのでね、49% だったので、もう一度だけチャンスあげます。この幸之助さんの言葉聞きたいですか。聞きたいです。 51% 2人ぐらいがあなたに作家しただけだ。幸之助さんはね、成功の第一の要因は何ですかって聞かれてこう答えた。運命という方がないでしょうねって。努力でも頑張りでもなくてそれが運命だった。これすごいですね、この一言。運命という方がない、商売の神様、経営の神様と呼ばれることも運命だった。ね、えこの人羊年だったのかなと思いますね。意外に受けなかった。来年うさぎ年だからダメですね、こんなにね喋ってて。でこの運命だった、それが運命だったというほかないっていう話はね、かなり面白い話ですね。はい、そうか、その仕事で
経営で成功したりうまくいったりするのも運命だったっていうふうに思ったら、うまくいかなかったり、うまくいくいかないに関係なくどうでも良いことも全部運命なわけじゃないですか。さっき言った歴史上のデバタラと一緒ですよ。だからこの道を選ぶかこの道を選ばないかって言った時に、何かの表紙でこっちを選ぼうと思うわけでしょ。で選んできたら系の神様と言われる方に来てたわけでしょ。でもそれを選んだきっかけっていうのは結局運命としか言いようがないわけですよね。でそこで右側には犬の糞があって、左側には犬の糞がなかったので、それで別に大した理由はないけどとりあえず左の方の道を選んだっていうのは糞のおかげだった。それはだから糞を自分でこう用意してたわけじゃないから、だからそれは糞があるのが嫌なので右側を選ばないで糞のない方の左を選んだっていうのは神が用意してたとしか言いようないわけじゃないですか。ね、不運ですよ、ということを考えたら、あ、運命だったっていう一言は全部全てのことがクリアできるっていう一言ですよね。私ね、母親がその糖尿病で54歳で私が29の時亡くなってるわけですけども、片目も見えなくなっていた、全く私と同じような症状をその当時持ってましたが、で私の母は片目が見えない状態でその眼底止血の血を抜いてもらうなんて技術のところにはいなかったから見えないまま死んでったわけですけど、で、まあ辛い状況のまんま結局解決されないまま死んでったわけですけど、私はそれから33年間さっき言ったように暴飲暴食もしてないし、別に、ちょっとね、あの医者に言われたのがね、疲労、結局この発病した理由というのは疲労と冷えだって言われました。はい、で働き続けてきた人の体はだっていうんですよ。でどのくらい休みを取ってませんかって聞かれた、40年です。40年間1日も休んだことがない。日曜日っていうのは私にはありませんでした。土曜日もありませんでした。国民の祝日っていうのもありませんでした。はい、休みなしにずっと動いてきました。休みを取ればよかったんじゃないのって松井さん言えないですよね、それ。本人は休みたいってまあ思わなかったけども、思ってもね、空いてる日があると必ずこっちに来て喋れっていう人が必ずいたので、たまたまね、福岡と広島の間に一日キャンセルが出て空いたことがあった。北九州の福岡でやって北九州でやって広島で公演をする予定だったっていう3連チャンの日がまああるわけです。もうもちろんその広島の後また神戸行ってっていう、で、福岡の前は久留米で、その前が熊本で、その前があそこなんだ、仙台川の内と書いて仙台、その前が鹿児島市というような流れで、福岡博多と北九州と広島とが連続してたことがある。ところが北九州の人がなんか都合が悪くなってできないって言ったので、いちいち怒った痛い日がある。でインターネットでここに入ってたのを削った。で一日大の字になって私は寝てよって決めた。そしたらインターネットで削ってから3時間ぐらいでしたかね、電話かかってきまして、札幌の人から、今インターネット見てるんですけど急にこの日がポコッと消えているので、この日は公演がなくなったんですかって聞かれました。で嘘つけないからはい、なくなりましたって言ったら、札幌に来てくださいって言うんです。ちょっと待ってね、福岡ですよ。
札幌ですよ、その次広島ですよ。でそんなことができるかと言えない悲しいから、まあこの札幌の人も非常にいい人なんですよ。金田金也っていうところでこうキンキンと呼ばれてる人なんですけどね、まあ、そんなことはどうでもいいんです。金ちゃん金ちゃんって呼ばれてるみんなに好意を持たれてる非常にいい感じの人なんですけど、この人が電話かけてきてインターネットずっと見ていて、あっという間に亡くなったから3時間すぐ3時間後には電話をかけてきて来てくれ、でそこで無限に断れないから断る理由として一応じゃあ福岡から飛行機が取れるか取れないか分かんないから取れなかったらダメですね、取れたらちょっと考えましょうか、当たってみたらね取れちゃうんでまた電話かかってきてどうですか取れましたかって、行きは取れたけど帰りが取れないかもしれないからじゃあ帰りもちょっとっていうのでちょっと待ってねつって帰りもちょっと当たってみたら取れちゃうんで帰りはね札幌から千歳から広島っていう便がない、ちょうどいい時刻のがない、でこれはないからやっぱり行かなくていいってことかなと思ったら、いや博多へ戻ってきて博多から新幹線で1時間で行けるもうそりゃそうだねって調べてみたらちゃんとその飛行機が取れる、あやということでしょうがなしにそういう形で博多の翌日が千歳で札幌で公演をして、それでまた福岡に戻りまして、そこから新幹線で広島に行って広島の公演やったことある、だから休ませてくれないの皆さんが、でちょっと休みがあるとすぐに電話してきてこの日空いてるから入れろっていうような人ばっかり、そういう日々が40年続いてきました。これ愚痴って言います痛いんですけどね、とっても本当に。でもよく考えてみると40年間1日も休みなくやってきたので本当にすごい日々だったなって、ただ長かったとか辛かったとかっていうのはないんですよ。私の中では楽しかったから自分が必要とされている頼まれ事っていうのは人生の全て根幹を成しているものだから、自分がどう生きるかっていうのを考えなくてもいい、ただ喜ばれるように生きるってことであり、それは頼まれ事をして断らないで生きるってことでもあるから、その頼まれ事だけで1年360日が成り立っていく。あ、今の話で皆さんふと思った人がいますよね。あと5日は頼まれてないのかなっていう人が、そう思った人がいるでしょう、きっと。この5日はうちの家族から頼まれている5日間です。だから家に帰った5日間ですね、あとの360日は家以外のところで喜ばれていたわけですけど、でそういう日々が40年続いてきたので、さっき言ったように暴飲暴食をしたわけではないし、ただ甘いものを次から次へと皆さんが差し入れしてくれるので無防備に食べていたら結局糖尿病の発病をしたということですね。運命ですね、どうしようもないですよね。これ何とかすれば何とかなったっていうふうには思えないので、やっぱり好意と善意による景気だったんですよね。景気の良さですよね良い景気、好景気で、酒が強いという評判が立てばきっと漬物だとか塩辛だとかがたくさん来たんだろうけど、どうも甘いものが好きみたいだっていうので草餅だとかおまじゅうだとかがたくさん来てしまって、今回肺に水が溜まって病院で入院してた、そのお土産に持ってくるものがまんじゅうばっかりバカやろ糖尿病で亡くなってるだけにまんじゅうを持ってくるなんて一応これからの
私が入院した時にもう多分透析してるから入院しないと思うんですけども、一応持ってきていただきたいものが3つほどあるので、キャビアフォアグラトリュフ持っていいですかね。あとイクラニシン数の工程もいいですね、とりあえず世界3大珍味ぐらいだったらいいですね。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、だから私の中では何かをどうしたらこの病気は出なかったかもしれないって事情じゃないんですよ。普通に生きてきたらこういう病気になってしまって、まあ親の遺伝子もあるんですけども、でそれを誰を恨むとか何を恨むとか何かを反省するとかってレベルがなくて、ただ運命だったんだなと思うほかはない。で実はね、松下幸之助のその運命というほかはないという言葉と、もう一つ正岡子規の言葉と、そして小林正観の考え方、幸不幸が存在しないという考え方、この3つがね、私の現在のこの病気生活を支えていますね。小林正観の勉強しててよかったと思いますよ、自分で自分でつべこべ言わないで済んでますもんね。それはそれです。で、小林正観の今以降の状況で皆さんが私に相談をしてきたら全部答えは一緒、もう運命というほかはありません、はい、これからの皆さんの中にね、離婚する人が出るだろうし、親と死に別れる人がいるだろうし、倒産する人もいるかもしれないし、で全部全部全部どんなことを相談されても全部運命という方法です皆さん、隣の人の肩をちょっとお借りしますね。隣の人の肩をポンと手を乗せて、今日あなたと隣り合ったことも運命という方法ありますねって喜び合ってください。はい、よいやってしまって思ってる人もいるかもしれないけど、そんなことはない、うん、隣り合った人もそれぞれ運命でこういう約束になってきた。2010年の年の暮れも押し迫った12月の26、今日26、クリスマスイブでもなくクリスマスでもなく売れ残った日ね、26日は売れ残りの日っていうんですよね。なんかドキッとした人がいますが今ね、九州の方にね、40歳ぐらいで独身の男性が随分ずらーっと並んでるんですよ。だから30代で独身の人いますかね、とちょっと紹介してあげたいので今日は売れ残りの日だしちょうどいいかなと思うんですけど、手挙げにくいですよね松下幸之助のね、運命という方考えでしょうねっていうのと、幸も不幸も存在しない、そう思う心があるだけだって小林正観の言葉が小林正観の支えになってるんですけど、もう一つね、正岡子規の言葉を紹介して第一部の終わりに変えたいと思うんですが、実はちょうどその透析を始めるか始めないかの前後ぐらいに、正岡子規の式堂を松山に見に行った人がいて、今年流行りだから坂の上の雲とか龍馬とかっていうんで、四国はなんか全体が非常に沸き立っていて、松山もにぎわってる、式堂もにぎわってる、にぎわってるといえば話は変わりますが、なんと伊勢神宮の人数が11月の段階で860万を超えたそうです。で、昭和15年以来860万を超えたんだそうですが、それも11月時点での860万なので、今年中に多分史上最大を記録するであろうと。
で、4、5年前から伊勢神宮は増えていますよねって私言い続けてきたんですけど、なぜ増えてるかというと小林製菓のせいなんですね、これが。はい、伊勢神宮に行って、アマテラスお御神さんにはお願い事ではなくてありがとうを言いに行くところなんだっていう話を割に信じる人がいて、アマテラスさんにありがとうを言いに行く人がすごく増えたみたいです。史上最高の人数になったのはもしかするとそのせいですよね。で、昭和15年レベルでは多分ね、戦争直前っていうのが非常に怖い世相で、戦争したくない、子供を徴兵に捕らえたくないということで お願いをお祈りの人が多かったらしいんですけど、もともとその神社仏閣というのは神仏はお願いや要求ごとに対しては答えないという性格の神仏なので、神仏って要求に応えるために存在するんじゃないんですよ。で、要求されたことについては答えないんですよ。だから昭和15年の要求ごとの多い860万人に対しては何にもしないで済んだんです。ところが今年は忙しい、アマテラスさんありがとうを言いに来る人がものすごく増えているので、このありがとう感謝を言いに来る人に対してはやってあげようと思う。だからアマテラスさんは今史上最大の忙しさに見舞われている、体力が相当失われている、天上界で透析をしていると三次元と同じことが起きてます、はい、アマテラスさんにすごく同情してます。私忙しいだろうな、痩せ細ってると思いますよ、はい、今年は忙しいと思う。で、まあたまたまね、今年はそういう年なんですけど、にぎわってるというとなぜかその四国の方のにぎわいもあって、その一角である正岡式の式堂もすごくにぎわっているんだけど、そういう流れの延長線上に正岡式のすごい言葉に出会ったっていう人がいて、その言葉をちょうど私の入院前後に教えてくれた。正岡式はね、こういうふうに言ってたそうです。悟りとは平然と死ぬことではなくて、悟りとは平然と死ぬことではなくて平然と生きることである。この言葉はすごい言葉ですね。死ぬことを平気で受け入れられる、それが悟りであるっていう人が多いと思うし、そう思うと楽は楽なんですよ。死ぬことは嫌じゃない。私自身も透析を受け入れるぐらいだったら死んじゃった方がマシだとずっと1年間思ってきましたから、死んだ方が楽ですもんだって。で、精神に対しては執着がないので別に死んじゃってもいいやと思ってたんです。だから体がむくんで水が肺まで入って半分入ってるよ、死んじゃうよって言われても、まあいいよ、別に死んでもいいですよ。でも医者が勝手にね、その入院の手続きまでしちゃって連れて行ったから、私を知らないで連れて行ってしまった。もう手続きまでしてるっていうから、この人も一応立場もあるからしょうがない話を。でも個室がちょっと欲しかったので、ちょっとこう先生の西本医師の背中を叩いて、ちょっと高い部屋をお願いしたいんですけど、そうですか、分かりました、高い部屋ってこの人が言ってるんですけど、つったら5階建ての5階の病室高い部屋って意味が通じてなかったみたいで、それを5階って言いました5階だったんです。そんなことはどうでもいい。正岡式のその言葉はすごい言葉でね、死んでもいいやって、死ぬことに対してそんなに執着はないから別に死んでもいいやと思う人はこの中にもいるかもしれませんね。でもね、悟りとは平然と死ぬことではなくて平
平然と生きることだよ。何があってもああじゃこうじゃ言わずに、それでただ生きていくことである。淡々と生きる、一喜一憂、不平不満を言わない、文句を言わない、ああじゃこうじゃ言わない、論評評価しない、それで何があっても生きていくことだ。しかも正岡式の凄さというのは、この人は脊髄カリエスという病気に襲われていて、肺結核の結核菌がね、脊髄に入り込むと激痛なんだそうですね。人間の三大痛みというのは、脊髄カリエスと尿道結石、それと出産だそうです。出産の経験がある人どのくらいいますか？そうですか、痛かったですか？でなんか1年経つと忘れちゃうんだって、その痛みを。それでまた産もうかなっていう気になるっていうから、ダウンジャケットが好きなんですかね、皆さん。こうもうでとにかく出産の痛みっていうのは男には分かんない、永久にこのくらい痛いんですよって言葉で言われても分かんないもんね、経験がないから。でも多分男が味わったら男は死んじゃうだろうっていうぐらい痛いんですってね。だから尿道結石っていうのもなんかえらく痛いそうで、であるあの薬局をやってる人がついこの前その尿道結石で石が出てものすごい痛かったんですけど、それが取れたのでヤクザになっちゃいましたっつってましたけどね。ヤクザでしたね。そんなとこでダジャレを言ってない。まあ面白いのは面白い、薬剤師から石が出たので石が取れたので薬剤になったって面白い書いてますね使っていいですけど。でその脊髄カリエスの痛みっていうのは大激痛だそうですが、それを正岡子規は毎日襲われながら笑い飛ばしながら解約しそうで俳句を作っていたので、その凄さっていうのがすごいわけですよね。健康な人が笑い飛ばしてるっていうだけでもすごい生活なのに、そのものすごく大変な病気を抱えている人が笑い飛ばしてるっていうところに、その落差が2倍ありますよね。その凄さがね、凄さ凄さですよね。でこの四季の生き方っていうのは本当にすごいですね。すごいすごいって春夏秋冬言いたいぐらいですよね。四季ですでやっぱりその人の万感の思いを込めた一言が、悟りとは平然と死ぬことではなくて平然と生きることである。この一言はすごい言葉だった。こういう事情を抱えた小林正観にとってすごい大きな言葉だった。で、幸之助さんの運命というほかないっていうのと、こうも不幸も存在しない、全部それが運命で、自分が生まれる前に書いたシナリオであるっていう、こう小林正観の考え方とプラス正岡子規のその言葉3つが私を3本立てで支えてくれましたね。皆さんこれからね、病気になるかもしれないし、事故に遭うかもしれないし、商売がうまくいかないこともあるかもしれないけど、それをあじゃこじゃ言わないで、平然と死ぬことではなくて平然と生きることである。何があっても淡々とニコニコと生きること、これが生命の本質ですね。いちいちめげちゃない、いちいちがっくりこない、それはそれ、わかりましたか？これから何があるか知れないけれど、平然と生きようねって隣の人の肩に手をポンと置いて言い合ってみましょう。はい、それではよーい。はい、それではちょっと時間がオーバーしましたが、20分ほどお休みいただきます。ありがとうございます。